皆さんこんにちは。ビーンズワンカンパニー株式会社総務人事部長の山崎浩二です。入社のきっかけは、その当時ほとんど知られていなかったスンドゥブという食事を日本の国民食に根付かせるという会社の情熱に惹かれました。皆さんも一緒にいかがですか。弊社の企業文化についてですが、私どもは素人が飲食をやり始めましたので、お客様のニーズやウォンツが一番よくわかると思っています。そういったものをどんどん取り入れてお客様に喜んでいただこうと思っています。スンドゥブというお料理を日本の国民食にすべく我々はシズル感というものを大切に、一つのスンドゥブを一人のお客様に丁寧にグツグツした形でお持ちするようにしています。弊社が目指していくことは、日本の食文化にスンドゥブが例えばラーメンやカレーのように根付くように頑張っていきたいと思っております。私どもは12年前に飲食をほぼ知らずに東京スンドゥブを始めました。大切にしているのはお客様のニーズやウォンツということだと思っています。明るい楽しい接客をしていただくスタッフを求めております。皆さん一緒に楽しく頑張りましょう。未来へのスケッチですが、豆ワンと書きました。会社の名前ビーンズワンカンパニーなんですけれども、スタッフのコンテストが豆ワングランプリというものがありまして、スタッフを大切にスタッフの笑顔を引き出せるような会社にしたいというふうに考えて会社名をつけました。スケッチ豆ワンです。